2018年全てはここから始まりました。2019年本格的に YouTube を開始しました。ですけど勉強や学業を言い訳にあんまり動画を出せれなかったので結果は微妙でした。2020年40万円のパソコン、20万円のカメラを買って本気で YouTube を頑張ろうと誓いました。登録者は去年よりほぼ倍増えました。2021年、レゴラジオさんが登録者1000人を超えました。僕はすごく嬉しかった。でもその反面かなり悔しかった。2022年、大学を卒業。しかし勉強と動画活動がうまくいかずめちゃめちゃ挫折しまくりました。僕は当時、ああもうこれダメなんだろうって思いました。2023年、レゴラジオさんのチャンネル登録者数が1万人を超えました。1年で9000人増やしたっていうところがめちゃめちゃ素晴らしいと思いました。それ反面、なんで僕は1年に100人しか増えないんだろうと自分の中でものすごい葛藤しました。何がダメなのかもわからない、どうすればいいのかもわからず、ずっと抱え込んでました。そして2023年9月22日、収益ができました。はい、皆さんありがとうございます。先ほども言った通り、2023年の9月22日から私ひろげ YouTube で収益化ができました。収益化といえば皆さん1000人からだと思うかもしれないんですけど、今年の5月ぐらいから YouTube の収益化の条件が緩和されて、チャンネル登録者数が500人以上かつ1年間の動画の再生時間が3000時間を超えていたら、スーパーチャットやメンバーシップでの収益化が可能になりました。で、僕その時チャンネル登録者数は650人ぐらいいたんで、もう全然大丈夫だったんですけど、ただその条件がいつ適用されるのかわからず、ずっと待ってました。で、9月の20日頃に YouTube チャンネルを見たら、なんと収益化できるようになってました。僕はこの収益化という壁を越えるのに5年かかりました。いや、もうめちゃめちゃ嬉しいです。はい、ということで今月から私ひろげメンバーシップ制度を開始したいと思います。はい、それでは今回のメンバープランについて紹介したいと思います。今回作ったプランは全部で3つです。1つ目が大工見習いプラン、2つ目が大工プラン、3つ目は職人プランです。なんで大工や職人にしたのかというと、僕建築勉強しているので建築の用語とか入れたら面白いかなって思ったのと、あとは僕のじいちゃんが大工だったということもあるので、今回メンバーシップの名称は大工と職人にしました。ちなみに余談なんですけど、僕のひいじいちゃんは宮大工です。まず1つ目は大工見習いプラン、これは月額90円です。大工見習いプランがメンバーシップの中で一番安い90円です。メンバーになるとメンバー用バッジが増えて、メンバー限定のアンケートとメンバー限定の投稿が使えます。いつも投稿で出してるアンケートとメンバー投稿のアンケートの違いは、詳細的なものになるのと結構僕に影響したりします。メンバー限定の投稿になると写真付きや、動画制作の裏話とか、月の初めと月末にメンバーの皆様への挨拶と、普段の投稿では見れない限定のものになっております。続いて大工プランなんですけど、これは大工見習いより応援したい人向けのプランになっております。大工プランになると新しい動画を早めに先行公開で見れることができます。僕の動画は普段18時頃に公開してるんですけど、大工プランに入ると先行公開で17時に公開されます。たまになんですけど17時に公開できなかったりすることもあるんですけど、できるだけ頑張りたいと思います。はい、そして最後は職人プラン、これが標準プランになっております。職人プランはメンバー限定の動画が公開されます。メンバー限定の動画は何を出すのかというと、まずは僕が今まで作ってきた変形合体ロボの組み立て動画と、普段動画を撮っているんですけど、そこでちょっと NG とかいっぱいあるんですけど、その NG 集とか裏話とか、あとは僕があんま動画で出すことのない過去話などを月に2本ほど上げたいと思います。メンバー限定の動画は来月から公開したいと思います。というわけで皆さん、ぜひメンバーシップに登録をお願いします。はい、最後になりますが、私ひろげをいつも応援してくれてありがとうございます。僕も YouTube が始めてようやく収益化ができましたので、めちゃめちゃ嬉しいです。僕自身も今後の YouTube については、ちょっと資格勉強とか、いろいろ仕事のこととかで、いっぱい大変なこともあるかもしれないんですけど、 YouTube については気長にやっていこうと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。